うも、こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。日本人の誇りを取り戻そう。いつものやつだね。さて、今日はどんな話をしてくれるの？そうだな。今日は世界で恐れられた7人の日本人を紹介するよ。そんな人いるの？戦前の日本人は愚かだったって学校で習ったから、そんな日本人はいないと思っていたよ。むしろ、戦前の日本人の方が優秀だったよ。今はダメなのかということではなく、当然、今も能力が高い人はいる。ただ、GHQ の日本弱体化計画で、暗記中心の勉強によって思考停止になっている人が多いのは確かだね。例えば、人口減少で大量の移民をたくさん受け入れているよね。そうだね。街中でベトナム人をたくさん見かけるよ。歴史上多数の国々が移民を受け入れて、大失敗をしているのに、その結果を見ずに日本の政府は愚策ばかりをしてしまうんだ。戦後日本の教育ですっぽりなくなってしまったものは、地政学、インテリジェンスなんだ。すなわち、ものすごく考えなければいけない学問だ。地政学、インテリジェンスって聞いたことがないよ。インテリジェンスの意味って知性とか情報だよね。インフォメーションも情報って意味だけど、どう違うの？インフォメーションというのは、ただ単に物事を伝えること、すなわち情報の断片なんだ。一方、インテリジェンスというのはその情報を集めて、さらに分析をして一つのものに仕上げるということなんだ。言い換えると知恵とも言えるんじゃないか。例えば、ここにリンゴがあります。という情報に加えて、分析を加えてそのリンゴがどこのリンゴで、農薬が使われているのか、無農薬なのか、オーガニックなのか、値段はいくらか、甘いのか、酸っぱいのか、ということを考えて、自分が作りたい料理に、どのリンゴを選ぶのかというのがインテリジェンスなんだ。戦前はそんなことを考えていたんだね。そんな風に考えたことはなかったよ。江戸時代の時代劇なんかで忍者などの忍びを使わせて、敵の情報を集める場面なんか出てくるよね。結果的に多くの情報を集めて、戦略を考えた方が勝つんだ。この時代劇を見てもわかるように、昔からインテリジェンスはあったんだ。あ、言われてみれば、確かにあったんだね。歴史は繰り返されるので、日本の優秀な先人がどのように外国と戦ったのか、すなわち歴史を学ぶことで、現在、その歴史をどう使うことができるのかを、研究することができる。お隣の中国はそういった歴史をものすごく研究していると言われていて、今では大国の仲間入りを果たした。例えば、日本が短期間で高度経済成長したこと、日本のバブルがなぜ弾けたのか、日本なぜ25年もデフレなの？などだ。話は元に戻して、世界に恐れられた7人の日本人ってどんな人なの？簡単に言うと、1、日本軍20万に匹敵する男は柏本次郎陸軍大佐。2、米国務長官が欲しがった男岩黒秀夫陸軍少将。3、日本のスパイマスター秋草俊陸軍少将。4、インドを独立に導いた暴虐の素人藤原岩一陸軍少佐。5、日本版アラビアのロレンス鈴木刑事陸軍大佐。6、アメリカ軍の動きを的確に予測した情報のプロ堀江座陸軍少佐。7、MI5 が徹底監視した唯一の日本人小野寺誠陸軍少将。全然知らない名前だね。あ、一人だけ乃木マレスケの話の時に出てきた、赤下次郎って人だけは知っていたよ。その通りだ。よく覚えていたね。では、順番に説明していくよ。1、日本軍20万に匹敵する男赤下次郎陸軍大佐だ。日露戦争の時、ロシアと日本の戦力差ってどれくらいあったと思う？兵隊数は倍くらいじゃない。あとはよくわからないや。兵隊数2倍、戦艦数2倍、海軍力3倍、戦鉄生産量44倍あったんだ。よくこれだけの差があって、海戦に踏み切ったね。戦鉄生産量が半端なく多いから、戦争が長引けば負けが確定するね。そういうことだ。ここで日本が勝つためにはどうすればいいと思う？そうだね。敵戦力を減らすしかないんじゃない？その通りだ。霊夢、頭がいいな。明石氏は日露戦争でロシア兵を朝鮮半島に行かせないように仕向けたんだ。そうなんだね。どうやったの？明石氏は日露戦争でロシアと日本が戦う前に、当時の参謀本部次長だった小玉源太郎氏より、ロシアのペテルプルク、モスクワ、オデッサというところに、ロシア人ではない、非ロシア系外国人を情報提供者として2名ずつ配置せよという風な命令を受け、スウェーデンのストックホルムを中心にして、反ロシア工作を指揮したと言われている。反ロシア工作ってどんなこと？
デモやストライキ、破壊活動などロシアを内側から揺さぶる行為だ。昔からそうなのだが、ロシアとその周辺国とは非常に大きな軋轢があった。軋轢って何？軋轢とは仲が悪いって意味だ。周辺諸国と衝突していたロシアとは仲が悪かった。その周辺の緩衝地帯では、非常に多くの反ロシア運動があったんだ。日本と同じで隣国とは仲が悪いんだね。その仲が悪いのに目をつけたのが、明石市だ。その反ロシア勢力に昔のお金で100万円で資金や高火器、武器、弾薬、そういったものを提供したと言われている。今のお金の価値で言うといくらなの？100億円以上じゃないかと言われている。そういった反ロシア運動を支援するということで、日本が満州の方でロシア軍と戦っている時に、遥か向こう何千キロも後ろの東欧や、敵の遥か後ろの方の北欧などで、反ロシア活動、工作活動デモやストライキ、それから鉄道破壊工作、をやっていたんだ。当時、ロシア軍は日本と戦うために、朝鮮半島やモンゴル、満州の方などに軍をたくさん送り込みたかったはずだ。なぜ、そんなに価値にこだわるんだろ？黄色人種との戦争で初めての敗戦はプライドが許さないだろう。しかし、モスクワに近い方のヨーロッパ周辺で、かなりの反体制運動が起こったことで、そちらに軍を、全部持っていくことができなくなり、ロシア軍に対するかなりの邪魔になり、逆に前線の日本軍を助けたということになったんだ。結局これが日露戦争における日本の勝利につながったと言われている。日本人的に考えると、戦略なしの真っ向勝負で戦って勝ったんだと思っていたよ。こんな戦略も考えることができたんだね。ロシアにとってもプライドがかかった戦いだったが、日本が負けると植民地になって、日本国民が奴隷のように働かされるのが目に見えていたので、必死になって戦っていたんだと思うよ。確かにそれは嫌だね。日本が勝っていて本当に良かったね。そんな明石市の活躍を長岡外史という参謀次長が、明石の活躍は陸軍10個師団に相当すると評し、ドイツの皇帝であったヴィルヘルム2世は、明石一人で、満州の日本軍10万人に匹敵する戦果を上げたという風に言って称えたという文献もある。すごい評価だね。日本人として誇りに思うよ。もし、明石市の秘密工作活動がなければ、ロシア軍はおそらくさらに10万人、20万人を満州に投入してきただろうし、当然当時の日本陸軍は、日本国も全力を挙げて戦っていたが、数や兵器においてもかなりロシアに圧倒されていた。そんな中で、さらにそこ20万人、20万人のロシア軍が来たら、おそらく負けていただろうな。つまり、明石市の反ロシア活動をもってしても、日本はギリギリのところで、ギリギリの勝利で日露戦争を締めくくったと言えるだろう。もしかして、反ロシア活動って明石市が一人でやっていたの？もちろん、明石市一人でやったわけではない、花田中之助陸軍少佐や福島康政陸軍少将などの優秀な人物にサポートされていたんだ。ヨーロッパで明石市がやっているスパイ活動、それから工作活動を PR して、ロシアの兵隊たちにビラを撒いたり、ロシアの兵隊たちがうちはヤバいんじゃないか。私の故郷はあそこだぞ。そんなひどいことになっているのかという風な、いわゆる心理戦、プロパガンダ戦などだ。スパイってロシアに見つかったら、どうなるの？もちろん、軍人なら銃殺、一般人なら絞首刑になる。そうなんだね。やるからには死ぬ覚悟が必要だね。こういった話題は教科書にも出てこない。しかし、こういう人たちが過去の日本を守ってきたんだということは、やはり覚えておくべきだと強く思うんだ。そうだね。日本は平和ボケしているね。もし日本が非常事態になったら、アメリカの兵隊が自らの命を懸けて助けてくれるわけないのに、軍事力強化をしないなんて間違ってるよね。では、次の人に行ってみよう。米国務が欲しがった男岩黒秀夫陸軍少将だ。アメリカが欲しがった男、岩黒秀夫氏ってどんな人なの？簡単に言うと、暴虐の天才なんだ。暴虐って何？何か悪いイメージがあるんだけど。暴虐って辞書で調べると人を欺くことだが、当時の軍の中では暴虐というのはそれほど悪い意味ではなく、兵を動かすことなく目的を達成することを意味しており、戦略に近い意味で、例えば、正面攻撃で軍事力を使うか、暴虐を使うかという使い方をしていたんだ。岩黒秀夫氏曰く暴虐というより、むしろ工作活動というべきだろうと言っていたという。戦わずして目的を達成って孫子の兵法みたいだね。どんな人だったの？
岩黒秀夫氏は非常に頭が良く、文章を書かせてもうまく、どのようなアイデアを持って言ってもそれを一つにまとめてしまうという、奇抜な人物と言われた人なんだ。例えばどんなことをした人物なの？岩黒氏はいろいろなことをされた方で、1939年に満州に昭和通商という会社を作っている。どんなことをしている会社なの？三菱や三井、大蔵財閥の出資された、日本の陸軍が管理する国策会社なのだ。表向きは商社として医療機構と外国からの情報収集を主とする。特務任務のための調査部機構の二大機構に分けて組織されていた。このため、経済人はもちろん、軍人、役人、学者、ジャーナリスト、スポーツ選手ら多種多様な人物が所属するエリート集団であった。この昭和通商という会社は本当に大きな会社で、正社員の数が3000人で、一時的なスタッフや現地の雇用の人を入れると6000人の会社であった。表向きは？ってことは、裏の顔があったってこと？裏で、円や、服を大量に扱っていたようだ。そんなこともやっていたんだ。よく知らないけど、裏の世界ではよくある話ね。これは日本の影の歴史ではあるんだが、それを知っていたのはトップの人間のみで全員が関わったわけではない。中国本土だけでなく、全世界にネットワークを持ち、イラン産やトルコ産、モンゴル産、服を売って、関東軍や日本軍の戦争の資金にしたり、満州国を設立する時の資金にしたりということも、この昭和通商という暴薬会社がやっていたんだ。こんなことって日本だけがやっていたの？確かに褒められたことではないが、別に日本だけがやっていたわけではない。その秘密の資金をマネーロンダリングして、軍や現地の、傀儡政権の資金や自国に持って帰るというのを最初にやったのは、多分イギリスだろう。マネーロンダリングって何？マネーロンダリングとは日本で言うと資金洗浄のことで、領収書の取れない汚いお金の出所をわからなくするために、架空または他人名義の金融機関口座、などを利用して、点々と送金を繰り返したりすること。マネーロンダリングするためには自国の銀行を作って、それを可能にしたんだ。今でもやっているかどうか。わからないが、銀行の大株主ならば裏でやっているかもしれないな。当時は許されることだったの？当時は大丈夫だったのだろう。今は許されることではない。そうかと思えば、中国戦線で国民党政府を倒すために岩黒氏は杉工作をするために、杉機関というものを作って、中国のマフィアチンパンとの密接な協力関係を取り付け、本当の中国のお金を日本の川崎の上り戸というところで作ったんだ。それって本物のお金？いや、偽物だ。約45億元という巨額の偽のお金を中国国内に流して、経済を混乱させようとした。霊夢、大量の偽札が流通するとどうなると思う？大量に出回ると、貨幣の価値が下がってインフレになるよね。インフレ、すなわち物価が高くなるんだ。それによって経済を混乱させようとしたが、インクも本物を使い、あまりに精巧に作ってしまったため、当時の砲兵不足の南京政府を助けることになってしまったようだ。完璧なものを作ってしまうのは、変に日本人っぽいって思ってしまうね。当時の日本人は壮大なスケールのことを考えていたんだね。今の日本人では考えつかないと思うよ。岩黒氏はアメリカとの戦争回避を奔走した人物でもあるんだよ。そんなことは初めて聞いたよ。日本は無謀な戦いをした。日本人は馬鹿だった。と教えられてきたからね。そうだろうな。岩黒氏をアメリカ国務長官が欲しがった、とはどういうことなのかというと、岩黒氏は1941年に緊迫する日米関係の調整のために、伊川忠雄の要請で、中米日本大使館副官補佐官として日本の攻防を決定する日米交渉をしていたんだ。ところが、岩黒少将の過去を知っているアメリカの FBI は、岩黒少将のことをずっと、電話の盗聴をしたり、ホテルの部屋での岩黒氏を監視していた。一方で岩黒氏は中米大使野村義三郎らと近衛文麿日本首相は、ルーズベルト大統領との日米首脳会談の実施などを柱とする日米了解案を作成したとされる。この了解案には岩黒氏の思想がかなり盛られていたようだ。交渉相手になっていたのが当時アメリカの国務長官のコーデル・ハルだ。日本ではハルノートで有名だな。しかし、これが外務省の松岡雄介氏からノーと、言われてしまい日の目を見ることはなかったようなのだ。外務省の松岡って人はなぜ、ノーと言ったんだろう？はっきりとはわからないが、
領海案が松岡が外交で留守の間に日本に送付されてきたのも、松岡がへそを曲げた理由と言われている。そうした中、6月に独ソ戦が始まり、アメリカは強硬路線に転換。さらに7月、日本が南部仏印に進駐したことで、アメリカは対日全面禁輸の措置を取る。何でそっち？定石で石油の確保だけなら、オランダ領の東インドに進駐すればいいはずなのに。このことは今もわかっていないんだ。当時アメリカにはもう一人日本の陸軍大佐のスパイ、新庄健吉が、アメリカと日本の経済規模を数字の上で比べると、アメリカが大きすぎてとてもではないけれども日本は勝てない、というようなレポートを出した。例えば、鋼鉄の生産量や保有量などを含めると日本一対アメリカ20で、石炭は日本一対アメリカ10、石油は日本一対アメリカ500、電力は日本一対アメリカ6、アルミニウムは日本一対アメリカ6、工業労働力が日本一対アメリカ5、飛行機を作る力も日本一対アメリカ5、自動車を作る能力は日本一対アメリカ450、というぐらい、経済の差があるとわかり、もし、日米が戦い、長期化したら勝算は全くありませんと付け加えた。だが大勢は、参謀本部での会合でも日米開戦は避けがたいという見解だったようなんだ。井川忠雄らの回想によれば、当時のアメリカ国務省に優秀な人材がいないことに悩んでいた国務長官のコーデル・ハルは、私にもあんな岩黒のような、優秀な部下がいたらどんなに助かるだろうとよく漏らしていたと言われている。岩黒氏がアメリカ人の欲しがられていたなんて、すごいことだね。誇りに思うよ。今日は二人しか紹介していないが、これぐらいにしておくよ。また次回だ。わかったよ。いろいろとありがとね。最後まで見ていただき、ありがとうございました。